は旧田村宿舎までお越しください。歩いて15分です。また無料シャトルバスもございますのでご利用ください。みんな向こう行ってるんですけど、ちょっとこっちが島の逆からちょっと行ってみようかなと思います。逆から行くと結構歴史的な建物がいろいろと見えます。要塞時代の桟橋、ここが上陸用の場所だったんですね。で、そこからこの発電所跡というのがあります。許可、ここだったらタバコ吸っていいという、まあ、その当時からの痕跡だと思います。発電所でね、タバコ吸うと爆発の恐れとか、まあ、ガスとかの関係でタバコ吸っちゃダメだと思うんですけど、ここは、まあ、発電所です。大久野島で毒ガスを製造する際に電力を供給していた発電場跡です。1,2,3,3階まであったんですね。でもその当時の当時はどうだったんだ。ああなるほどね。本当に工場みたいな感じで2階3階があったわけでもなく、この隣が詰め所というか休憩室みたいな管理室みたいな感じだったんでしょう。まあ、こんな感じでね、ところどころで、カラーコーンと、バーがね、あります。まあ、これね、自転車でね、ストレートに行く方がおられて、まあ、ウサギとね、
ウサギに衝突しないように施されているそうです。ここが砲台跡。すごいな、これ中入れるんだ。これ、なんだろう。すごい見えるここが砲弾をね収納する場所だったと思うんですけども、コンクリートで浮いてますね。この辺とかも明治時代ぐらいの砲台ですね。駆逐艦とかにね搭載されるような、まあ、その当時だったらまあ普通ぐらいの大砲ですね。すごいな。すごいな。この上に置いてたんでしょうか。24センチカノン砲。すごいな。これもまあ、巡洋艦レベルの、あれかな。大きさ的には。
すごいな、もうかなりお城のような。かなり広いですね、これも。この辺はもう戦争というか戦闘のために作られた建物ですね。砲台とかもその弾薬庫。まさにあの平和の象徴的なこのウサギ。休暇村本館。でこの辺りから毒ガス関係の建物が見えてきます。ここですね。すごいな。まあ、大きなねタンクがここに貯蔵されてたんでしょうね。看板があります。はい。人が3人分ぐらいの高さ。直径、あ、まあ、そっか、直径4で、高さ11。1929年から終戦まで、この島で密かに毒ガスの製造を行っていました。まあ、神経ガス。あ？毒ガス。その当時は迷彩カラーで塗ってたそうです。
ょっと分かりにくいけど、ガス工場時代のトイレ跡。こっちが大便で、でこっちこの目の前が小便ですね。テニスコート。すごいなんか孤独感を感じるような。よし、毒で皮膚がただれる、ヴィンラン製など毒ガス、インイペリット。ここがね、あの奥の島の中心部になります。あの横長のホテルがあります。実際はね、あの船降りたらあのバス乗ってここまで来るんですけども、今日は歩いて、しかも反対側から通ってきました。研究所跡。
幹部用のね防空壕と。という感じでそろそろエンディングがやってまいりました。15時、15分のフェリーに乗りまして到着したのが15時半にこの大久野島に到着しました。それからまあ現在時刻が、17時前なんですけども、この夏場の時期は、17時16分のフェリー、船がラスト、この島に来るのがラストということで、ちょっと回ったのがもう2時間、まあ、1時間40分ぐらいでした。まあね、時間的に全て回ることはできなかったんですけども、まあ本来ウサギの島なんですけども、やはりね暑くてウサギもあまり見えませんでした。ただこういう歴史的なねものがいっぱい見ることができました。ぜひ皆さんも、興味あったら行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。